これより今年最後の大掃除を始めます。王子とリュカは倉庫、ランザーブは中庭、ムムは広間、エルフィリスは食料庫をお願いします。へえ、私ダーリンと一緒がいい。うげ、あのだだっ広い中庭を俺一人で掃除すんのか。わがままも文句も言わないでください。みんなでやることなんですから。ただでさえこのお城は広いんです。分担しないと掃除をしている間に今年が終わってしまうでしょう。ねえねえ、私は何したらいい。ナームは、そうですね、みんなの手が届かないところの掃除をお願いします。自分の持ち場が終わったら他の場所の掃除を手伝ってくださいね。今年の汚れは今年のうちに落とし切りますよ。では解散。クラウ、倉庫掃除終わったぞ。ゴミはどこに置けばいい？ありがとうございます。ひとまず広間の入り口近くに置いてください。後でまとめて処分しましょう。わかった、リュカ運ぼう。了解。ふう、やっと一段落だぜ。ん？どうしたリュカ、何か聞こえねえか。そういえば勢いのいい足音が。十二粒子覚悟。え、女の子？ちょっとそんな勢いで走ってきたらぶつかるぞ。逃げろ。王子、今の音は、これは、いつつつつ、もう誰よ、こんなところにゴミの山を置いたの。そんなことより、十二粒子覚悟。覚悟するのはあなたです。どうしてくれるんですか。いらないものやゴミをひとまとめにしていたのに、あなたがぶつかったおかげで散らかったではないですか。そんなの知らないわよ。ゴミを置いてる方がいけないんじゃない。散らかしたのはあなたでしょう。責任を取って片付けてください。はあ、いやよ、私はそんなことしてる場合じゃ。片付けてください。はい。お城の中を散らかして申し訳ございませんでした。綺麗に掃除していただきましたからもう構いませんよ。どうしてこんなことに。君の名前はどこから来たんだ。私はボタン、日の本から来たわ。日の本？どこだそれ。ここよりずっと東の国よ。大陸を越えた先の島国。島国？すっげー、海を越えてきたのか。そんな遠路はるばるどうしてこちらへ。そうだったわ。ねえ、このお城に十二粒子って名乗るやつ来てない？十二粒子？誰だそれは。
日の本を治める将軍家の後継者よ。将軍家、軍の長のことですか？ああ、そういうとこもあるけど、それだけじゃなくて、王様、そう、王様みたいな人のこと。王様みたい？軍の長だけど王様みたいってどういうことだ？日の本ってね、ドラゴンと人が一緒に治めてる国なのよ。ドラゴンと人が？それってどういうこと？ドラゴンの頂点がアマテラス、人の頂点が将軍ってわけ。まあアマテラスが動くのは国が危ない時だけ。基本的な統治はアマテラスが決めた将軍がやってるんだけど。なるほど。実際は人とドラゴンそれぞれに頂点がいるから王様みたいと言ったのですね。で、その将軍の後継者が十二粒子ってわけか。なるほどな。つまりこいつみたいなやつか。あ、なんだなんだ、魔獣の声、今の近かったぞ。殿下、大変です。魔獣の群れがすぐそこまで迫ってる。あっちゃー、追ってきちゃったか。ボタン、どういうことだ？十二粒子に追いつこうと思って急いでこの後ろまで走ってきたんだけど、その時に邪魔だったから魔獣の巣を蹴散らしてきちゃったのよね。はあ？それは魔獣も怒るというものです。みんな迎撃するぞ。このままだと城に押し寄せる。チョウちゃん、一体どんだけの魔獣を怒らせてきたんだ。だって急いでたんだから仕方ないじゃん。口喧嘩している場合か。キリがないな。ここは俺が流化して。アディス、サザンカ、片付けなさい。はっ！え？今のは？ちっ、まだ嫌がるか。しつけえな。片付けろというのが主の命です。我らは命を遂行するのみ。アルベリアの皆様、助太刀いたしましょう。おい、悠長に構えてる場合か。後ろ見やがれ。危ない、次の群れが突っ込んで。やれやれ、戦の前に名乗りも上げさせないつもりですか。我こそは十二粒子が一人、家康。我が魂と千切氏ドラゴン、マリシテンの力を持って押して参る。さて、一気に仕留めるぞ。強靭連山。すごい、あれだけの魔獣を一瞬で消し飛ばすなんて。あの力、
彼はドラゴンになったのか。その通り。あの方こそドラゴンの力と姿をその身に宿すことを許された者。一騎当選の日の本の将軍後継者、十二竜士家康様にございます。ドラゴンになることのできる王の継承者。これではまるでアルベリア王家と同じ。おいおい、驚いてる暇はねえよ。まだ魔獣は押し寄せてるぜ。ああ、みんな残りの魔獣を倒すぞ。あんたともいい友達になりたいな。戦ですか。許さん、いいか、出陣の時。いいわ、遊んであげる。神楽極限、油断は禁物ですよ。ほら、次が来ます。やるな。紅茶の葉っぱはあるかしら。こちらの魔獣は私が引き受けましょう。ありがとう。こっちの敵は任せろ。我が身すでにドラゴンなり。この地に残すは大将のみ。参る。ああ、終わらせるぞ。これにて一件落着ですね。これで最後だ。やっと片付きましたね。おい、今のは。ああ、まるで龍化だ。お怪我はありませんでしたか、アルベリアの皆様。なあ、ありがとう。おかげで助かったよ。ところで、あなたたちは一体。改めてご挨拶を。私は日の本より参りました。十二竜士が一人、家康と申します。こちらがアディス、そちらがサザンカ。私の従者です。どうも、アディスだ。はじめまして、サザンカと申します。以後、お見知りおきを。じゃあ、やっぱりあなたたちが、ボタンの言っていた。ボタン。十二竜士、覚悟！どうしてあなたがここに。あんたの邪魔をするためよ。さっさと日の本に帰りなさい。殿に刃を向けるとは、いい度胸してんじゃねえか。何よあんた、邪魔しないで。ちょっと二人とも落ち着いて。そうですよ、これからもてなそうとしている方の目の前で荒事なんていけません。え、もてなす。はい、我々は日の本より服を届けに参ったのです。ここが
あなた方のお城ですか。立派な作りですね。素晴らしい。ありがとう。異国の人に褒められるとなんだか嬉しいな。いえ、突然の来訪にもかかわらずお招きありがとうございます。それにしても驚いたよ。まさか他の国にもドラゴンと契約ができる人がいるなんて。私も驚きました。海の向こうに我らの玉ちぎりと似た力を持つ王族がいると聞いて。玉ちぎり？日の元ではドラゴンとの契約をそうやって言うんだな。さよう。我が国では将軍とその分家の王様に玉ちぎりが許されているのですよ。するってえと、お前がその将軍ってやつなのか。いえいえ、私はまだ候補の身、ただの分家の長にすぎません。将軍家は12の分家を有しており、その長が次期将軍候補として立てられるのです。へえ、12も家が分かれてんのか。それで12粒子って名前なのか。その通り。12粒子の役目は3つございまして、一つ、玉ちぎりで得た力で国を守るべく戦うこと。二つ、各々の所領を治めること。三つ、アマテラスの祭祀を司ること。今回、我々がこの地を訪れたのは、アマテラスの祭祀の中でも一番盛大な祭り、正月を祝うためでございます。お正月のお祝い、それが、服を届けるということなのですか。ええ、日の元の正月はアマテラスが民に服をもたらす日とされていますわ。それがいつからか日の元の外へも服を届けるようになったとか。その服を届ける役目も家康様たち十二粒子が任されてるってわけだ。まあ平たく言えば、新年のご挨拶も兼ねて日の元の外の方にも我が国のお正月を楽しんでいただきたいのです。日の元の正月か。そういうことなら喜んで迎えるよ。ふん、私の方が楽しいお正月を届けられるからいらないわよ。え？覚えてねえ。黙ってりゃ無礼なことを言いやがって。そんなに叩き切られてえのか。やれるもんならやってみなさいよ。なんだと。二人ともおやめなさい。あんたが帰ればやめるわよ。私のおもてなしはすごいんだから。堅苦しい十二粒子のおもてなしよりもずっと楽しいと思うわ。喧嘩はダメ。なんだ。喧嘩はダメ。なんだ。喧嘩は良くないよ。め本当に何なんだ。人形か。ふんふん、こいつもしかしてドラゴン。ん、オイラのこと聞いた聞いた。こほん、シロゾア言って聞かせやしょう。十二粒子のお供のドラゴン、福運びの獅子舞と、あ、オイラがことだ。決まった。獅子舞？はい。彼も私と同じく、日の元より服を届けに来たドラゴンですよ。こいつがドラゴン？ん？見えねえな。
悪い悪い、つい本音が。ガーン、ガーン、うん、どうせオイラはマリステン様みたいにすごくないもん。マリステン？それってもしかして家康の？そう、マリステン様は家康様と玉ちぎりを交わしたドラゴンだよ。川柳マリステン、すっごく強いドラゴンなんだ。川柳の名が示す通り、その実力は万の軍をも圧倒すると言われています。決して敵に己を傷つけさせない勇士から勝利の象徴とされているのです。へえ、すげえな、そのマリステンってドラゴン。そうなの、マリステン様ってすっごくかっこいいんだ。オイラもいつかマリステン様みたいなすっごいドラゴンになるんだい。マリステンに憧れてるのは分かったが、お前は何しに突っ込んできたんだ？そうだった、オイラは喧嘩を止めに来たんだった。喧嘩？別に喧嘩じゃないわよ、私は事実を言っただけ。私のおもてなしのが家康よりもすごいってね。え？家康様の方がすげえに決まってるだろう。私のがすごい。いや、家康様だ。だからそれが喧嘩なの。いっそのこと対決してみればいいんじゃねえか。対決？そう、どっちもすげえって譲らねえなら競い合ってみるのが一番だろ。確かにな、それに競い合いの方が俺らもいろいろ見られそうだ。うん、おもてなし対決ですか。面白そうな試みではありますね。楽しそうだけど、いろんなおもてなしを受けるなんてなんだか悪いような。大丈夫だって、お正月だもん。おめでたい日なんだから、楽しいや嬉しいがいっぱいでもおかしくないでしょ。それともおもてなしされるの嫌？いや、そういうわけじゃないよ。気持ちはすごく嬉しいし。じゃあおもてなししていい？王子、どうぞお気になさらず。対決をするとなれば、必然的に審判をあなた方にお願いすることになります。おもてなしは審判役を引き受けていただくお礼と考えていただければ。そうか、じゃあお言葉に甘えようかな。審判も任せてくれ。決まりですね。ボタン、あなたも構いませんか？上等よ、絶対あんたに勝ってやるんだから。これが日の本の食材ですか。ええ、日の本では大晦日にそばを、正月にはおせちを食べる習慣があります。これらはその材料でございます。料理するところを見学しても？はい、もちろん構いませんわ。ところで、食材も何もないのに、どうやっておもてなし料理を作るつもりだったのですか？うるさいわね。買い出しに行けばいいでしょ。王子、近くに食材を買えそうな町はない？それなら俺たちが案内するよ。本当？ありがとう。私も参りましょう。材料が多いに越したことはないですし。
こちらの町も見てみたいのです。よろしいですか？ああ、もちろんだ。それじゃあみんなで買い出しに行こう。イルサンク、出陣の時。さあ、行こう。そこさん、町に向けて急ぐわよ。あまり急ぐと転びますよ。この国の街はどんな感じでしょうか？気になるなら早く行きましょう。玉ちぎりの力はいつでも。玉ちぎりの力を共に勝ち時をあげましょう。もちろん終わりにしましょう。これにて一件落着ですね。ただいま。無事に食材が買えてよかったよ。ありがとう王子。これだけあれば豪華な料理ができるってもんよ。じゃあ早速だけど台所を借りるわね。期待して待ってなさいよ。まったく、ちょっとつ猛進なところは相変わらずですね。家康様、私もお台所へ参ります。お料理の準備はお任せくださいまし。ええ、頼みましたよ、サザンカ。王子、お城の広間を正月の飾りで飾っても構いませんか？日の本の雰囲気を感じられると思いますが、いかがでしょう？いいな。ぜひ俺たちにも飾り付けを手伝わせてくれ。よろしいのですか？それはありがたいですが。もちろんさ。何でも任せっきりなのは落ち着かないしな。ではお言葉に甘えましょうか。それから申し訳ございません。ボタンがお騒がせしてしまってご迷惑をかけたのでは？いや別に気にしてないけど、二人は知り合いなんだよな。はい、幼い頃同じ道場の門下だったのです。他の門下生が私を将軍家の者と敬遠する中、彼女だけが何も気にせず私に話しかけてくれたのですよ。確かに身分や家柄を気にするようには見えなかったな。深く考えていないとも言うんですけどね。家康ってボタンに関しては辛口なんだな。そうかもしれません。このような軽口を言える唯一の友人でした。とは言っても今は違いますが。今は何かあったのか？そうですね、あったとするなら私が十二粒子になったことでしょうか。将軍候補として家を継いだ日を境に彼女とは縁を絶ったのです。どうして？将軍候補になるとはすなわち国に仕える者の一員となることと同義、国を第一に考えるべき立場の者が個人にかまけてはいられません。あなたの言うことはわかるけど、でも縁を断つまでしなくても、あの様子だとボタンは納得していないんじゃないか？でしょうね。ですがこうするしかなかったのですよ。彼女に悲しい顔は似合いませんから。え、それってどういう？ああ、すみません、つい話が過ぎてしまいましたね。あなたが気にされるようなことではありませんよ。
それよりも飾り付けを始めましょう。おそばができる前に終わらせなくては。ああそうだな。将軍候補になることがどうして悲しむことになるんだろうか。それにさっきの家康の笑顔も寂しそうだったような。はあ、すごい。長く生きてるけどこういうのは初めて見るわね。見慣れているはずなのに飾り付けであっという間に異国の部屋だな。気に入っていただけたならこちらも喜ばしい限りです。皆様、年越しそばが出来上がりました。どうぞそばが伸びないうちにお召し上がりくださいませ。おお、いい匂いじゃねえか。日の元の麺料理か。はい、そばという名の料理です。特に大晦日に食べるものは年越しそばと呼ばれております。へえ、うまそうだな。じゃ早速いただくと。ちょっと待った。え、ボタン？年越しそばなら私も作ったわ。そば作りは大得意なんだから。だから私のそばを食べなさいよ。ね、ね。気のせいでしょうか。そばがおつゆを吸っているように見えるのですが。これはそういうものなの。サザンカさんのとはちょっと違うのよ。いっそのこと年越しそばの出来をおもてなし対決の前哨戦にしねえか。あら、いいじゃない、上等よ。私も構いません。家康様の名に恥じないものを作りましたから。よし、じゃあ早速いただこうかな。いただきます。まずはサザンカの方からだね。これは、皆様、そんなに震えてお口に合いませんでしたか。うまいい。え？いや、あまりのうまさに感動してたんだ。ええ、こんな繊細な味は初めてです。とても奥深い味。丁寧に出汁を取りましたから、お気に召したなら何よりですわ。ねえねえ、私は？私のはどう？焦るなって、今から食うから。これはサザンカのそばより柔らかいような。それにすっごく味が濃い。ダーリン、お水くれない？お前これ味見したのか。それにそばがすげえ伸びてるぞ。言いがかりつけないでくれる？そんなわけ。時間間違えた。それにしょっぱい。王子様、勝敗は決まった？決めにくいな。ちなみにおかわりは勝った方のおそばになるからね。あ、王子、御所だから判断を誤るなよ。ボタン、ごめん。サザンカの勝ちって。
恐れ入ります。さすが私のダーリン、信じてたわ。こいつは仕方ねえよ、誰だってサザンカを選ぶに決まってる。まだよ、まだ大晦日だもの、本番は明日からでしょ。そういえば明日って何をやるの？明日はこの部屋でおせちを食べたり、正月遊びをご覧に入れましょう。おせち？日の本の正月に食べる伝統料理です。使われている食材それぞれに意味が込められているのですよ。例えばエビには長寿、数の子には子孫繁栄といった意味がありますね。興味深いですね。他にも日の本のお話を聞きたいです。そうですね、面白いと思われるのはお年玉でしょうか。もともとはアマテラスからいただいた服を分け合うという意味でしたが、今はより具体的に相手が喜ぶものを贈り合う習慣になったのです。へえ、お年玉ってのすごくいいじゃねえか。もちろんオイラたちも持ってきたよ、お年玉。やったー、太っ腹じゃねえか。本当にいいのか？ええ、あなた方に日の本の正月を楽しんでいただきたいのですから、アマテラスと将軍からもお年玉を贈る際は遊び心を持って贈りなさいと言づかっておりますし。うわ、楽しみだな。ありがとう家康。はい、それではこれから私と勝負しましょう。え、勝負？勝負は勝負ですよ。ただお年玉を贈るだけでは遊び心がありませんから。私と勝負をして勝てたらお年玉を贈るね。単純明快で楽しい遊びでしょ。はぁ、いや、そこは景気よくパーッとさ。なんだ、家康様に恐れをなしたか。まあ確かに殿の刀の腕は日の本でも達人の域だからな。腕に自信がねえならやめときな、せっかくのおせちが食えなくなるぜ。ああ、そんなわけねえだろう。むしろ強者ってんなら大歓迎だ。おお、フォレスティアの弓を見せてやろうじゃねえか。さて、あなたはどうなさいますか、王子。アディスはああ言っていますが、所詮は遊戯、手合わせ程度にお考えください。そうだな、分かった、その勝負受けよう。殿下、良いのですか。ああ、日の本の武術にも興味があるし、実際に戦ってみたいんだ。私も参戦するわ、もちろん王子側で。え、なんで俺たちの方に。私は家康に負けたくないの、ならあんたにつくのは当然でしょ。私は構いませんよ、多勢を相手にする鍛錬も積んでいますから。ほら、あいつも言ってるし、私を仲間にしてよ、ね、ね。まあそれならいいか。うん、やったー、絶対負けないからね。それでは開けた場所に移りましょうか。お城を荒らしてはいけませんからね。おお、いいぜ。よっしゃ、家康に勝ってお年玉もらうぞ。この勝負受けてよかったんだよな。そこ、はっ、いざ出陣。
陣の時。さあ、行こう。そこ。まずは勝負にふさわしい場を作らねえとな。邪魔されねえように魔獣を蹴散らすぞ。日の本の侍もなかなかじゃねえか。アルメリアの傭兵もな、手合わせ願いてえもんだ。大切に持ち帰ろう。そこ。みんなで分け合いましょう。そこ。玉ちぎりの力はいつでも。残すは大将のみ。前です。さっさと終わらせる。これにて一件落着ですね。遅れるでないぞ。さあ、行こう。覚悟。突き合い。覚悟。せい。覚悟。覚悟。逃がさん。ドラゴンも暴れたがっておるぞ。覚悟。覚悟。大切に持ち帰ろう。十二竜士家康参る。我が剣お目にかけましょう。やります。お見事。はっ。うん、また最強に一歩近づけたようじゃな。皆様、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。無事に年が明けましたね。本当に突然勝負だなんて内心はヒヤヒヤしましたよ。ご心配をおかけしたのなら申し訳ございません。でもいいもん見られてよかったぜ。あの鋭い太刀筋は大したもんだ。ああ、日の本の剣術を間近で見られて勉強になったよ。それはいいけどよ、例のお年玉ってこの小さな欠片だけなのか。皆様お強いですね。私の負けです。約束通りこちらをお送りしましょう。何なんだこのかけら。どこかで見たことあるような、ないような。それは異界のかけらじゃないか。空間を歪める強い力を持つという。ああ、ご存知でしたか。こちらではそのように呼ぶのですね。我が国では天の岩戸の奇変と呼ばれております。この後のお楽しみのためにアマテラスよりいただいてきたのです。お楽しみ？それがお年玉と関係あるのか。はい、きっと楽しんでいただけるかと。ですが、その前にお土産をどうぞ。お、お土産？これが日の本の着物。なにこれ、すっごくかわいい。へえ、なんだかビシッとした気分になるな。
ああ、すげえいい感じじゃん。華やかな色で少し気恥ずかしいですが、たまにはいいですね。こんなに上等そうな衣装を本当にもらってもいいのか？はい、そのように家康様から仰せつかっております。見て見て、私にもあるよ。似合う？ああ、よく似合ってるよ。驚いたな、まさかナームの分まであるなんて。異国の地でどんな方がいるか分かりませんからね。念には念を入れておりましたが、ぴったりのものがあってよかった。さあ、これで準備は整いました。おもてなし対決を始めましょうか。おせちって確か料理のことだろ？勝敗は見えているような気がしますが。何よその目。今度はちゃんと味見したわよ。乾杯だわ。乾杯だな。乾杯ですね。ボタン、言っちゃ悪いが相手が悪すぎだ。ああ、味付けが完璧なだけでなく、見た目も芸術品のようだったからな。いや、ボタンのおせちも美味しかったぞ。そう言いながらダーリン、お水たくさん飲んでなかった？それは…サザンカって料理上手なんだね。すっごく美味しい。もったいないお言葉です。私はただ己の役目を果たしているだけですから。やっぱりサザンカさんの料理には勝てないか。でもまだ挽回の機会はあるわ。中庭に出て何をするんだ？皆様に日の本の技を披露しようと思いまして。日の本で武道を治める者は力ではなく卓越した技を求める者。今からお披露目しますのはその技がなせる余興でございます。へえ、楽しみだな。先行はこのアディスが捕まつる。いざ。目を閉じて刀を鞘に収めた。何をするつもりだ。すごい集中力だ。まるで周囲の空気も張り詰めているような。はっ！は？今何を切ったのですか？巻きわらは何にも変わってない。もしかして空振り？そう見えるなら触ってみろよ。いいわ、どれど、マーが触っただけで巻きわらが粉々になっちゃった。そうか、切るのが早すぎてくっついたままになってたのか。なかなか面白いもんだろう。切ったのに切れてねえってのは。確かに面白いけど、私を忘れないでよね。高校ボタン、今よりなぎなた演舞を披露しましょう。いざ。は？やっ。すごい、流れるように美しい型。それに隙がまるでない。へえ、見違えるもんだな。あんなに周りが見えてなかった嬢ちゃんが。
な、自分の周りの巻きわらを一気に切った。あの長い獲物で、あの動き、相当な使い手だぞ。ふふん、私が本気を出したらこんなもんよ。この勝負、もらったわ。いいや、アディスの剣技もなかなかだったぜ。これは、甲乙つけがたい勝負になりそうですね。王子様、今回の勝負はどっちが勝ち？悩むな。どっちもすごかったし。そう、なら仕方ないわ。簡単に決着をつけましょう。奇遇だな。俺も同じことを考えてたぜ。え？二人とも何する気？そいつはもちろん。なぎなたと刀の決闘に決まってるわ。王子、よく見てて。どっちの技が強いか、はっきりさせてやる。いざ尋常に勝負。え、家康が二人の間に入って止めた。ボタンのなぎなたをいなしながら、自分の刀でアディスの刀を受けたのか。やれやれ、二人ともおやめなさい。何のためのおもてなし対決ですか。殿、申し訳ございません。ついカッとなっちまって。何が悪いのよ。直接決闘した方がどっちがすごいかわかるじゃない。火の元で武道を治める者は力ではなく卓越した技を求める者。決闘で力の強さを誇示しても技の才を見せることにはなりませんよ。異国の方にお見せするおもてなしにふさわしいのはどちらですか。あったも固いわね。強くて技もすごければいいでしょ。てめえ、殿に向かって無礼な。やっぱりやろうってのは上等じゃない。二人とも、いい加減に。喧嘩はダメだってば。もう喧嘩になるんだったらこの対決は無効。まあ元はといえば喧嘩にならないための対決でしたからね。喧嘩両成敗、妥当な判断だとは思うな。おめでたい日に喧嘩をする悪い子にはお年玉あげないからね。お年玉、そうだ、いいことを考えました。今回の勝負はお年玉総取り合戦で決着をつけるというのはどうでしょう。獅子舞から多くのお年玉を奪えた方が勝ち。これならば分かりやすいのでは。確かに、はっきり勝ち負けがつきそうだな。でも家康様、お年玉は王子様に贈るものじゃないの。もちろん王子たちにもご参加いただきますよ。え、審判の俺たちも参加していいのか。もともと皆様に楽しんでいただこうと考えた遊戯でしたから。皆様は対決とは関係なく獅子舞とのお年玉の取り合いをお楽しみください。得たお年玉はそのままあなた方に差し上げます。奪い合いをしたらお城がめちゃくちゃに。ご安心を。旅先にご迷惑をかけないように勝負の舞台を用意しています。その名も神楽舞台。アマテラスが生み出した異界です。なるほどね。異界でならどれだけ暴れても大丈夫ってこと。でもそんな異界にどうやって。
あ、もしかしてそれでこいつを。その通り、天の岩戸の奇変、こちらでいう異界のかけらは神楽部隊への通行手形です。それがあれば空間を切り開いて神楽部隊へ導いてくれますよ。すげえ。なあやろうぜ、お年玉総取り合戦。なあ、ぜひ挑戦させてくれ。へっへー、オイラだって簡単にはあげないよ。アディス、ボタン、二人もそれでよろしいですか。俺は殿に従います。私もいいわよ、どんな勝負だって負けないわ。よし、じゃあみんなで神楽部隊に出発。どんな部隊が待っているか楽しみだ。みんな行くぞ。また最強に一歩近づけたようじゃな。ただいま。いや、大儲け大儲け。いい文化だな、お年玉ってのは。新年早々景気がいい。喜んでいただけたのなら、私も獅子舞も嬉しい限りですよ。ですが、こんなにいただいてもよかったのですか？もちろんです。そのお年玉はご自分の力で手に入れたものですから。気兼ねしてお年玉を受け取りにくくならないようにと、このようなお遊びを考えられたのですよ、家康様は。そんな気遣いまで、ありがたい限りです。さすが家康様のおもてなしだよね。てか、あんたさっきの何？いきなりあんなに大きくなって。大きくないとアマテラス様から預かったお年玉が入ったつづら運べないもん。だから神楽舞台では大きくなるようにアマテラス様におまじないをかけてもらったんだ。すごいだろう。あんな舞台を作っちゃったり、ドラゴンを大きくしたり、アマテラスって何者なの？日の本のすごく偉いドラゴン。それは分かってるわよ。まあまあ、細けいことはいいじゃねえか。でかくねえと運べねえくらいのお年玉を持ってきてくれたんだからよ。そういえば、アディスとボタンは？獅子舞、結果はどうでしたか？一番お年玉を取ったのは王子様たち。ということは引き分けですね。納得いかない。はっきり勝ち負け決めるためにお年玉総取り合戦したんじゃないの？結果は結果です。素直に受け入れなさい、ボタン。それにご覧なさい、
王子も楽しまれているご様子。勝敗は二の次。我々が満足するよりも、もてなすべき相手が笑顔でいることが一番ではないですか。な、にそれ、何が二の次よ。ボタン？私はあんたに勝つことが大事なの。ボタン、君はどうしてそんなに家康に勝とうとしてるんだ。十二竜士からこいつを引きずり下ろすため。え？私が立派なおもてなしをしたら家康は役目を果たせないでしょ。親友を捨てるようなやつ、十二竜士にふさわしくないもの。親友を捨てる？どういうことだ。ボタンの言葉のままですよ。私は十二竜士となった日に彼女との縁を断ちました。本来ならこのように言葉を交わすことも二度となかったはずです。どうしてよ、どうして急に離れていっちゃったの。私がただの町娘だから、身分が変わったから。だったら他の人たちみたいに護衛にしてよ。あなたを召し抱えるつもりはありませんよ。あなただけは決して。見くびらないでよ。私はあんたが思ってるほど弱くない。出過ぎた発言とは存じますが、本当に何も言わないままでよろしいのですか。家康、あなたがボタンを遠ざけている理由は何だ。身分を超えた友人ができて、幼い日のあなたは嬉しかったんじゃないか。そんなあなたが身分を理由にボタンを遠ざけるとは思えない。今の私のそばにいると彼女はいずれ悲しむことになる。だから大きな悲しみになる前に離れた方が互いのためなのですよ。その悲しみは一緒に乗り越えることはできないのか。さっきの彼女の表情だってあなたが望んだものじゃないだろ。ボタンを追いかけましょう。あのジョーちゃんのことだ。また魔獣の巣に突っ込みかねないぞ。全く手を焼かせますね。追いついたらまずはお説教せねば。皆様、力を貸していただけますか。ボタンを追います。家康、なあ、もちろんだ。霧の森は広い。手分けして探そう。はあ！魔獣たち、どんどんかかってきなさい。てなさい、たくさん魔獣を買って見返してやるんだから。サザンカさんみたいな武家の娘だったら違ったのかな。同じ場所であいつを支えられたのかな。やだよ、身分が変わったくらいで親友じゃなくなるって。そんなのやだよ。でかい魔獣、この森にいたの？囲まれたか。いいわ、やってやろうじゃない。私は絶
対に負けられないんだから。今の攻撃は？オダ、無事ですか？見つかってよかった。話は後です。まずはこの者たちを片付けなくては。まったく、大した数を相手にしたものですね。イエス、ここはドラゴンの力で一気に片付けよう。ええ、同意見です。マリシテンの力を我が身に。ドラゴンよ、俺に力を。竜マリステン、押して参る。支度はできましたか？そこ！いつでも構いません。巻き込んでしまって申し訳ございません。俺たちに助けられた。だからお互い様さ。玉ちぎりの力はいつでも。ボタンが無事でよかったね、家康。ええ、この戦の後、彼女に全てを話します。タナボタン。そこ！はっ！ドラゴンなり、ゆるキュン。共に勝ち時を上げましょう。ああ、必ず勝つぞ。これにて一件落着ですね。向かってくるか。その気概は買うが、そろそろ終わらせてもらうぞ。我が暁の刃を持って横島なる者を打ち払わん。木っ端みじんになりやがれ、行人連山。終わりましたか。ああ、そうみたいだな。ボタン、大丈夫か？怪我してる？これくらい、かすり傷よ。全然平気。見せなさい。応急処置をしますよ。だから大丈夫だって。あんたに助けられるような。いいから見せなさい。分かったわよ。
これでよし。思っていたよりひどくなくてよかった。家康、念のために後でクラウに見てもらおう。かたじけない王子、助かります。ボタン、あなたはバカですか。なんて無茶をしたのです。バカとは何よ。バカとはあんな魔獣に一人で挑むなんてバカ者のすることでしょう。別に私だってあれくらい倒せたわよ。ならばこの怪我は何ですか。これは油断したというか。己の力量を見誤る者は強者ではありません。ただの愚か者です。いえ、愚か者は私の方ですね。あなたがこんな危険な真似をしたのは元はといえば私のせいなのですから。家康、王子の言葉に気づかされました。友のためと距離を置きましたが、結局悲しませてしまっては本末転倒です。お話ししましょう。十二粒子の真実を。十二粒子の真実、それがあんたがいなくなった理由？はい。十二粒子にはドラゴンとの魂のちぎり、玉ちぎりが許されています。ドラゴンの力は一気当選、強い力を得るには対価が必要となるものです。対価？我々の玉ちぎりは魂を媒介としています。故に十二粒子となった者は一人の例外もなく短命となる定めなのです。え？魂を媒介、つまり寿命を捧げていたということか。さよう。ですから将軍家はより多くの後継者を出す必要がある。それで十二も分家があるのですよ。将軍が亡くなったらすぐに跡継ぎを出せるようにね。何よそれ、そんな代わりがいるみたいな言い方。代わりはいないのに、どうして寿命を削ってまで。私は日の本が好きですから。愛する民がいる、家族がいる、そして大事な友が生きている。日の本を守るためならば己の命を燃やすことになろうとも後悔はありません。そんな顔をさせたくなかったから私はあなたから離れたのですよ。それに将軍の跡継ぎ候補というだけで危険も増える。家柄。そんなのあんたの自己満足じゃない。そんなの、そんなに。家柄を気にせず友としていてくれたあなたを巻き込みたくなかった。私は弱かった。いいえ、あなたが弱いわけではなく、ただ悲しませたくなかったのですよ。そういうとこ。え？だからそういうとこなのよ、この鈍感。鈍感？あんたの命が長くないって聞いて、それ悲しいし、きついけど、私はうじうじ悲しむだけの女じゃない。あんたが命を懸けるって決めたことなんでしょ。だったら応援するよ、悔いなく役目を果たせるように。こんな、こんなさ、あんたを邪魔して引きずり下ろしてやるなんてバカなことしなかったよ。ボタン、
あなたの思いをないがしろにして申し訳ありませんでした。あなたを散々に傷つけた私ですが、許していただけますか。バーカ、本当に昔から頑固で鈍感なんだから。私が何のために追ってきたと思うの。昔みたいに一緒に笑ったり悩んだりバカやるためなんだからね。はい、これからもよろしくお願いしますね。家康様、ボタン、ご無事でしたか。ボタンさんが見つかってよかった。お怪我はありませんか。ボタンが腕を痛めてる。クラ、見てもらえるか。別にもう平気よ。応急処置もしてもらったし、痛くないし。念のためです、見ていただきなさい。うん、はーい。クラウさん、お願いします。わかりました、ではこちらへ。ん、なんだかあいつ素直になってねえか。まあ、ボタンのことだからてっきり家康に噛みつくと思ってたが。もしかして家康様、あの子と仲直りした。ええ、そんなところです。王子のおかげでね。悲しみを一緒に乗り越えるなんて考えもしませんでした。あなたの気持ちは俺も身に覚えがある。考えも理解できるけど、仲間に出会って気づいたんだ。困難なことは誰かと一緒に乗り越えるものでもあるんだって。それに楽しいことだって誰かと一緒だとより楽しくなるしな。困難なことも楽しいことも共に分かち合うか。十二粒子になってから私はその心を忘れていたのかもしれません。それに引き換え、あなたはまだ若いのに立派な王族ですね。え、あ、いや、そういうつもりで言ったわけじゃないんだけど、自分の考えを言っただけというか。その考えが立派なのですよ。さて、アルベリアの皆様、無様な姿を晒して申し訳ございません。よろしければお正月のおもてなしの仕切り直しをさせていただけませんか。もてなしに心を砕くだけでなく、共に楽しみを分かち合う宴として。ああ、もちろんだ、一緒に楽しもう。わーい、仲直りのお祝いにおいらもお年玉あげるぞ。ちょっと待った、私も忘れないでよね。ボタン、あなた怪我は大丈夫なのですか。クラウさんに直してもらったからね。それより一緒に楽しむんでしょ。ならまた素踊り合戦にしなさいよ。あんたがお年玉をあげるだけなんてつまらないじゃない。そりゃいいな、あんなでっかいドラゴンに挑める機会もなかなかねえし。今度はアルベリアと日の本で競い合うってのも悪くねえ。へっ、面白そうじゃねえか。家康様、どうされますか。王子が受けてくださるならば喜んで、もしも受けるとおっしゃるならば私も全力で楽しむゆえ加減はできなさそうですが。もちろん受けるさ、俺たちも全力をぶつけよう。決まりですね。それでは日の本対アルベリアによる続お年玉総取り合戦、始まり始まり。
いざ出陣の時。ああ、行こう。やっぱりお正月は賑やかなのが一番。こんなに楽しい正月は久しぶりですね。あなたが相手でも手加減はしませんよ。もちろん望むところよ。大番小番です。玉ちぎりの力はいつでも。共に勝ち時をあげましょう。天竜マジステン押してまいる。これにて一件落着ですね。